皆さんこんにちは、ケシと申します。さあついにねアニレボ実況200回超えて201回目になりました。リクエストがね以前から多かったスマホとかタブレット版のねアニレボちょっと見ていきたいと思います。実はね子供がちょっとやってるんですよ。なのでねキャンペーンがこのように進めてあります。でもねこのスマホ版タブレット版にしかねない要素っていうのがねあるみたいなんですよ。これだ。このね今ね T-Rex がね鳴いてるでしょ。これ押してみるとねはい青いねダイオウイカが出てくるんだよね。その他にもほらこれ見てモササウルスのスキン、そしてねこのサメのスキンがあるみたいなんですよね。これゲットしたいよね。でもね多分これ課金しないと無理なんだわ。今日はねこの2つをね実際に購入してねどういう感じかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。さあ購入してみましょう。1個買ったら250円になった。どういうことだまあいいやラッキー。おーっしゃゲット。860円と250円、合計で1110円、1110ですね。今期の残り時間が 4days7hour、 4日後、これ消えちゃうのかな、リセットされちゃうと思うんだよなこれ多分。よしダイオウイカも手に入ったと。ミッションをこなしていけばこれレベルアップしていくはずなんでちょっとやっていこうぜ。保存したアニマルで30回戦闘を行い勝利する。これは簡単なんじゃねえか。どうせだったらこれイカ。おおすげえすげえすげえ。うわいいなー、これパソコン版にも実装してくれよ。なんでこっちだけなんだよ。いやーいいねー、色変えてんだよな。スキンっていうかさ色変えられるようにしてほしいんだよな。うんいいね、光沢があって普通のイカとちょっとね並べてみようか。おお目の周りが黄色いことによってなんだろう、よりですね生きてる感があるね。うん光沢もねなんかブルーの方がねある感じがするわ。強さは変わんないんだよねスキンだからね。あー武器はつけらんねえのか。刃ならつけられると。これ攻撃倍率とか変えられないのか。みんなよくスマホで作ってるねこれ。慣れが必要だわ。イカさんに刃をつけてこれで戦わせよう。これでいいはずだ。よしいけ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 、スーパーダイオウイカ。お勝った早いぞこれ早いぞ。よし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 。いやーでも青いイカかっこいいね。しばらくはこれ飽きずに見れるわ。うんいやースキンもっとね PC の方もね全然違うスキンでいいからね追加してほしいよな。すぐ買うよ僕。いやいいね、改造の幅絶対広がるもんね。この勝利っていうこれかっこいいな。さあついにですねミッションをはい複数日にね渡ってこれね進めてきた結果手に入りそうです。モササウルスをゲットする瞬間がついに来ました。あいたぞ。よしオッケーゲット。よしこれで揃っただろう。おーいるねいるねかっこよさそう。まずはですねはいサメから見ていきましょうか。はいこれがねホホジロザメのねニュースキンですね。なんか顎がねちょっとしゃくれてない、でかいような気がするんだよな。ちょっとミュータントメガロドンみたいなねちょっとボテっとした感じでね、尾びれと背びれがむちゃくそでかい。なんか全体的にヒレがでかくてでね、トゲがねこのようにね生えてるというかね、かっこいいな。こいつもミュータント感だいぶ出てるぞ。あ、ミュータントメガロドン、そういえばまだいないんだねスマホ版は。はい普通のと比べてみると一目瞭然ですね。もうこのまがまがしいフォルム、大きさもねちょっとでかいのかな、ニュースキンの方が。うんこのね頭の先が尖ってるのと、あとこのね尾ひれがね結構長いんで、うんちょっとね普通のホホジロザメよりでかい。いやーこれちょっと戦わせてみる。さあ強さは変わらないと思うんですけれども見ていきましょう。おーかっこいいな、めちゃめちゃかっこいいな。目が赤いってのもねすごいいいよね。さあ一応勝ってるのははいノーマルスキンの方かないやーでも攻撃的なフォルムですよ。この超トゲトゲしてるもんね。先端でねついたらですねダメージが入りそうな見た目してるもんな。いや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 、これはかっこいいぞ。ちょっとねホホジロザメ同士で戦わせるのもいいけど人間とこの後戦わせてみたいね。さあ空中にどんどんと舞っている。さあお勝つのはおい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 、ノーマルスキンが勝ったわ
お前もうちょっと頑張れよ、そんなマガマガしい見た目してんだからさ。さあスマホ版でも大胆なビリーを大胆に配置していこう。うん、これで戦わせてみましょう。うわ大胆に噛まれてるぞ、大胆なビリー。さあ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 、すげえ回ってる回ってる回ってるかっこいいなこいつ。いやー、空中を舞っていてもですね、あんまり違和感ないね。もうすでにミュータント感出てるからね。ミュータントメガロドンのね、スキンとかもちょっと見てみたいよね。これ月ごとに変わるのかな？うん。今のですね、シーズンが終わったらね、また新しいスキンが出るんじゃないかなと思うんですよ。あと2日でね、終わるって書いてあるんでね。そしたらまた新しいスキンが出たらね、ちょっとレビューしていきたいんですけどね。さあさあさあ、こんなに格好が変わるならね、これはこれでね、はい、スマホ版がね、うん、楽しめる要素があるっていうことは、まあいいことだと思うんだけれども、課金要素だからな。ちょっとそこはどうかと思うよ。うん。はい。勝利！かっこいい！さあそれではこのモササウルスを見ていきましょう。これが今回の目玉。うわぁ、もう全然違うやん。なんかモササウルスじゃないよねこれ、もはやね、怪獣やん。もうドラゴン、なんかもうドラゴン、モンスターだよね。なんだろうこれ、角が生えちゃってるよ。角が生えてて、なんかねちょっとね、あの石っぽいんだよな、エメラルドっぽい感じ。あーいいですね。なんかあれだね、トランスフォーマーに出てくるエネルゴン食っちゃって超進化したみたいなね。いやー見てこのヒレ、かっこいいね。いやーこの発想はなかったな、勉強になるな。これね、改造のねアイディアをねもらうってところもいいよね。さあこのねヒレですよ。うわーかっこいい。個人的にはねここの部分、これが超好き。これはねなかなか浮かばないよこの発想は。ちょっとねモンハンに出てくるガノトトスっぽさもあるよね。いやーすげ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 ー、何この尾ひれの形超かっこいいんだが、これ尻尾アタックあったっけモササウルスって。これでパシーンって弾いてほしいね。さあ通常のモササウルスと大きさをね比べてみたいと思うんだけど、やっぱり大きいね。うん、大きい方がやっぱ強そうに見えるもんな。おーすげ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 ー。まあホホジロザメの時と一緒で、はい、このように角とね、はい、この尾ひれがですね長いんで、その分まあ大きく見えるといった形ですね。前後高さもですね、このね尾ひれがねかなり鋭利でね尖っているんで、横に並べた時分かりやすいけど、だいぶ大きく見えるよね。なんかモササウルスってよりもなんか魚に見えんだよな、超強そうな金魚みたいな。金魚って言ったら失礼か。さあ大量のサーモンを並べて、これでちょっと戦わせてみようかな。レディーゴー。さあ餌の時間だぞ。すごいかっこよ、超かっこいい。この尾ひれがですねすげえ、うわめっ、お想像以上だな。うん、想像以上にでかく見える。うわーかっこいい。うん、まあ課金要素ってのもちょっとわかるかな。これ結構モデリング頑張ってるね。まあ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 、でも PC 版でもちょっと見てみてーよな。なんか複雑な心境ですね。 PC 版でも見たいしみたいなさ。うわでもなんか糸みたいなの出てない、口から。なんなのこれ、これは何なんだろう。ほら牙、あ牙が長えのか、牙が長えんだわ多分。ほら何これ、えバグじゃないよね、伸びてるわけじゃないよねバグで。うわー恐ろしいなこの捕食シーン。うえい、どんどんと餌を捕食していく。うわいやー正確には食べてないんだけどね、正確にはね噛み砕いてるんだけどね、噛み砕いてもうキャッチアンドリリースしてるんだけどねさあさあ最後の鮭がやられたか。いやーかっこいいな。はい、すべての鮭を倒しました。さあモササウルスノーマルスキンバージョンと戦わせてみましょうちょっと面白いな、踊ってるみてえだな、求愛行動かさあ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 、いやちょっとね牙が長すぎないこれでもなんかバグに見えちゃうんだけど、どうしても。いやいやいや、すごい激しいバトル、なんかじゃれ合ってるようにも見える、戦ってるってよりも。おお尻尾がなんか2本あるように見えるな若干。いやーでもかっこいいね、この色合いもいいしね。なんかすごいさナチュラルな感じってよりもさ、ちょっとね原色なんか蛍光カラーみたいな感じでね、それがねこれ深海にね潜った時に光ってたりしたらね、なおかっこいいよね。深海に住んでそうなね感じを受けますよね。
牙がめちゃめちゃでけえ。思ったより超長くない？あー、またしてもノーマルスキンが勝つんかい。いや、巨大イカはですね、このように色が変わってるだけに対して、ホホジロザメとね、このようにモササウルスはね、モデリングがね、全然違うということでね、まあ課金要素としては、そこにコストがかかっている以上、まあまあ納得っちゃ納得だけど、いや、でもちょっと高いよな。高いかどうかはまあ人の習慣ですから、気に入った方はね、好きに入れればいいと思うんですけれどもね、こういうレビューを見てね、さあ、はい、このようにイカとですねモササウルスニュースキン同士で戦わせてみる。強さはコスト160ということで同じ。さあどっちが勝ってもおかしくないですが、いやーすげえな。本当にこれアニレボか、なんかさ最強決定戦っていう本あるじゃん、あれっぽいよね。なんかねモンスター同士が戦う。さあどっちが勝つのでしょうか。今んところですね互角の戦いを繰り広げられている。さあどちらが勝つのか。モササウルス、これ名前ちょっとつけたいよな。なんとかモササウルスみたいにね。おーっとニュースキンモササウルスがやられて巨大イカの勝利。なかなかね勝ちそうなね見た目の方が勝たねえな。まあしょうがねえか。いやーすごい。さあ巨大なイカが勝ったということで、次はですねホホジロザメ2体、これでコスト170なんで、まあ大体同じ。これいい勝負できるんじゃないですか。さあニュースキンモンスター同士の戦い、いや2対1はやっぱ劣勢かな。ちょっといやでもかっこいいな、かっこいい。ホホジロザメが一番好きかも、結構ナチュラルだからね。さあどっちが勝つのか。おおでも巨大化奮闘している。おお1体倒したぞ、1体倒した。さあいい勝負、でもいい勝負。さあラッシュ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 、ホホジロザメまだ勝てるぞ。お前のその鋭い突きがあればまだ勝てる。さあローリングアタックを決めたが、あー沈んでいく。イカ強し。いやなんかめちゃめちゃ新鮮だな、別のゲームやってるみたいだなこの見た目。さあさあさあ今度はニュースキンモササウルス VS ニュースキンホホジロザメ ×2 ということでね、これもどっちが勝ってもおかしくないバランスだと思うんだわ。いやでもコスト170に勝つってね、イカ強かったね。コストね、はい10上だからね。さあ2対1のねこのリンチに近いバトルとなっておりますが、はい、このニュースキンモササウルス倒すことができるのか。さあ尻尾がねでかいから、尻尾でちょっと攻撃してほしいところもあるんだけれども、さあ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 どうでしょうか。1体がやられたぞホホジロザメサイド。しかしもう1匹のホホジロザメの HP がまだまだたくさんあるということで、これはいい勝負、いい勝負、いい勝負。さあモササウルスラッシュラッシュラッシュ、どんどんと削っていくが、一体勝つのはどちらか。おっとモササウルス HP が減っていく、どんどん減っていく。おお勝ったのは、はいニュースキンホホジロザメ。さあモササウルスがあんまり勝ってるとこ見れてねえぞ。まあしょうがない、こういうこともある。はいニュースキン3体、いやかっこいいな。もう怪獣だよね、ジャパニーズ怪獣だよね。水中生物以外もねニュースキン作ってほしいですね、ぜひぜひ。いやーこれはこれで楽しいぞ。さあニュースキン水中生物3体と、はいこのようにですね武装したアニマルたちとちょっと戦わせてみましょう。さあ水中モンスター VS 動物、動物といってもね、はいこのようにゾウはね、はい武器つけてるからな。さあどちらが勝ってもおかしくありません。コストはほぼほぼ同じということでですね、ニュースキンモササウルスが活躍するところがねもっと見てんだわ。ああさあゾウをどんどんと倒しているぞ。はいサメはやられてしまった。いやー数の上では結構不利になっている水中生物。さあどちらが勝つのか。ゾウさん強い、ゾウさん遠距離攻撃もできますからね。さあ武装したゾウ、ロケットエリーかな、いや強い。あーモササウルスやられてしまった、ゾウさん強し。さあゴリゴリ四天王を率いるゴリラ軍団と戦わせてみましょう。さあ水中生物3体、結構ゴリラ数が多いぞ、勝つことができるのか。いやいやいやゴリラを噛みちぎっている。おーイカれるゴリラどもが果敢にもですね勇敢にも立ち向かっているが、どんどんと吹き飛ばされているぞ。イカやっぱ強えな、イカ強え。ああモササウルスも今回は頑張ってるよ。さあホホジロザメがやられてしまった。なんだこいつ、なんだこいつ、応援してるぞ。お前も戦闘に参加しろちゃんと、頑張ってーって、頑張ってーじゃねえお前。もっとバーサークゴリラしろ、バーサークらしく。あれゴリラが勝っちゃった、
さあ今度も強敵ですよ。ラバーゴーレム、ヘルハウンド、そしてオークキングにスケルトン2体。さあ地獄の軍団に、はい、水中生物勝つことができるのか。いやー最後のバトルにしましょう。これがいやいやいいとこ見せてくれよ。うお、オークロードの、オークキングのこれ爆発結構すごいね。さあ炎を多用する水中生物、果たして丸焼きにされてしまうのか、美味しくこんがり焼かれてしまうのか。ラバーゴーレムが吹っ飛んでいる。さあさあラバーゴーレムが吹っ飛んで、あとはオークだけだ。さあオークキング3体相手に頑張っているが、今はい敗北。さあ水中生物たちの勝利、3体とも生きている。最後は優秀美の美を飾った。いやかっこいいぞこいつら。はい、というわけでですね、今日はニュースキン、はい、ゲットしてですね、ちょっとレビューしてみました。こんな感じでですね、ニュースキンが出るたんびにスマホ版もやっていきたいと思います。今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。動画最後まで見てくれてありがとう。それでは、またね!